どうもこんにちは、今回はですね、今年初めての買い物をしました。寝袋なんですけども、ネイチャーハイクのですね CR450 スリーピングバッグというやつなんですけども、うちではですねファミリーキャンプなんかもやったりするんですが、ファミリーキャンプをするときにですね、僕用の寝袋が足りなくて、いつもですね真冬でも秋用の寝袋を使ってました。で、それはね雪中キャンプした時も同じで、さすがにね寒くて寝られないんですよね。なので今回はですねちょっとでもあったかそうなものを買ってみようということで、こちらのね河川の寝袋、これをね買ってみました。見てわかる通りね結構でかいです。で一度ですね開けて使ってはいるんですけども、最初来た時はもうちょっとちっちゃかったのかな。だけど、実際に使うと、こんな感じの大きさになると思っていただければなと思います。さあということでちょっと開けてみましょうか。まずは4箇所を緩めて、で外すと、これだけですよね。袋は結構単純な感じです。ちょっとね入りづらいっちゃ入りづらいんですけど、入らないことはないぐらいの大きさと思ってもらえればいいのかな。袋がねもうちょっと大きめだったりとかするといいんだけど、そしたら今度ちっちゃくなりにくいんでしょうねきっと。さあこれです。この寝袋ね買ったのはねちょっと理由がありまして、寝袋っていうとですね、どんなの皆さん使ってるか分かんないんですけど、マミー型使ってる人多いですよね。で僕もね今までマミー型使ってたんですけど、マミー型を使っててもですね結局なんていうんだろうな、僕寝袋入るときに大体ここぐらいまでしか入んなくて、大体ねスマホをいじったりとかしてるので、で寝るときもですねこう頭までかぶってこうギュッて締めるっていうことはしてなくて、結構雑な感じで寝袋に入ってるんですよね。なのでそこまでねマミー型にこだわらなくていいんじゃないかと思いまして、今回はですね封筒型、あえて封筒型のものを買いました。ちなみにですねこの寝袋の特徴としては、快適温度がですねマイナス5度から13度と結構幅広い感じで使えます。でサイズとしてはですね幅が90センチ、長さが210センチとなってます。そんなに寝苦しくないんじゃないかなとかですね、この中で動きやすいんじゃないかなということで、このね封筒型のワイドサイズを選びました。で快適温度が結構幅広かったんですよね。マイナス5度から13度ということで、結構幅広いんですけども、その理由がですねこの構造にあります。ちょっと開けてみますね。開けるとまたさらにね寝袋が入ってるんですよ。でこれもまた開けると今度はですね毛布みたいなものが一つ入ってます。この毛布に関してはねちょっとサイズが、ちっちゃいのかな。幅が 84.5 センチの205センチとなってるんですけども、これがね片側だけついてます。ちょっとですね分かりやすくするために開けてみますね。当然なんですけどもこういうふうにね横は開けられますし、いわゆる足が出せる感じですよね。そんな感じにもなります。ちなみにねダブルファスナーです。ダブルファスナーでこんな感じで開くことができると。今ちょっとこれ止まってますけども、これを外すとですねこういうふうに広げることができるようになってます。で面白いところとしてはですね、中にあるこの寝袋、それぞれね独立して使うことができます。外側だけ使ったりもできるし、中だけ使うこともできると。であとはなかなか使うことないかもしれないですけど、この毛布だけ使うとかね、そういったこともできます。ということでこうやって開けるとね、幅90センチだったでしょ、幅が90センチだったんですが、ついてるところが違う、こっちですね、こっちにつけなきゃいけなかった。でこの寝袋にはですね、まずこの端っこですよね、端っこにこういったボタンを留めるところがついてます。でこういくと真ん中の部分ですね、真ん中の部分にまたボタンを留めるところがあって、ここで毛布を留めるような感じです。毛布とあと、上下の寝袋ですね。
で、一番端っこにまたこんな感じでボタンで止めるところがあると。こう広げることによってですね、今ちょっと画面に映りきらないぐらいの大きさになっちゃいましたが、要は90センチと90センチで、180センチ幅180センチの布団としても使うことができます。これはいいですよね。家族で使うにはこれ1個あったらめっちゃいいなと思って、今回はねこれを買いました。今ですね、奥の方に見えてる、この毛布がかかってる方ですね、毛布がかかってる方が、上の方になります。まあ、もしね毛布が、背中側にあった方がいいという場合は、当然こっち側にね、付け替えることもできるので、まあ、その辺はお好きにという感じかなと思います。これでまあ最初は中から閉める感じですよね。中を閉めてで今度はこちら側を閉めると、外側ですね。210センチありますからね、結構ワイドサイズですよこれ。ある程度広いテントじゃないと、結露でね濡れちゃったりとかする可能性は、否めないとは思うんですが、広めのテントを使われている方であればですね、全然ありなサイズなんじゃないかなと思います。ちょっと入ってみますね。よいしょ。わ、これはすげえ。よいしょ。まだね実は僕これで寝たことなくて、僕が寝る前にですね息子に最初に寝る権利を取られてしまったんですけども、あ、こんなんでも全然いいな。よいしょ。なあ、うわ、これはあったかそう。絶対なんつっても毛布が入ってますからね。毛布が入ってて、その上に、寝袋が2つあると。あの、自分としてはですねしたかったこととして、なんだろうな、キャンプとか来ても、寝袋っていうですね家とは全く違うものとかじゃなく、なるべくね布団みたいなもので寝たいなと思ってまして、そういう願望がある人にはですねこれかなりいいんじゃないかなと思います。今日の気温が最高が5度で最低がマイナス2度だったんで、まあ、夜どうかですけど、この感じだったら多分大丈夫だと思うんだけどな。まあ、この寝袋のいいところとしてはですね、まずは2つに分けられますよね。この外側と、この中のやつ、まあ、中のやつでも薄いかな、空気はだいぶ含んでくれそうですけどね、夏向けかなという感じがします。で、この中の毛布、まあ、一応3つに分けられるのか。当然ですね丸洗いが可能になってまして、寝袋が足りない時にちょっと足したりとか、こんな感じで全部使ってがっつり暖かく寝たりとか、であとはですねファミリーキャンプする時ですよね。ファミリーキャンプする時の布団とかをね結構悩んでる方多いんじゃないかなと思うんですよね。寝袋を人数分揃えるっていうのもねもちろんいいんですけども、それプラス何か欲しいなっていう時に、うちはね布団とか持ってってるんですけど、めちゃめちゃかさばるんですよね。だからなんかこう寝袋でそれが代用できたらなと思ってたんですが、まあそういう用途としてはですねこれ結構ドンピシャなんですよ。横に開いて180センチになって、で長さが210センチでしょ。単純に横にして使ってもいいですし、それをちょっと角度を変えて、90度回転させてですね横210センチの長さ180センチで使っても、ちっちゃいお子さんがいればね、これぐらいでも全然いいんじゃないかなとも思います。なんかねやっぱりソロキャンプとファミリーキャンプっていうのは持っていくものとかも違ったりするんですけど、まあ、できるだけですね、ファミリーキャンプでもソロキャンプでも同じものを使って、なるべく買い足したりはしたくないっていうのがね、僕の思うところだったりするので、これはいい買い物したような気がするんですよね。いやなんかもう寝たくなってくるなこれ。まあ欲を言うならですね、この中の毛布の部分ですよね、これがもうちょっと固定されるといいのかなと思ったりはします。上に2箇所下に2箇所で留めてるだけっていうのはちょっとずれたりはするのかな。まあそんな気になるずれではないですけどね。一応ですねアマゾンの販売ページを見てみると、このブランケットの部分ですね、このブランケットの部分は、
どちらかというと下に敷くものっぽいですね。だからあんまり固定されてないってことなのかな。ただ僕的には、ブランケット上にあった方が好きなんですけどね、まあ、この辺はやっぱ好き好きってことでいいんだと思います。であと設定温度なんですが、一応ね4段階で説明されてます。これを全部使った時、外側と中側と、このブランケット全部使った時は、快適温度が0度、そして限定温度がマイナス5度となってます。一応マイナス5度まで耐えられるよということでしょうね。で、この表面と中側、この2つを使った場合は、快適温度が0度、限定温度がこれもマイナス5度となってますね。これでマイナス5度いけんのかな、どうだろう。でもまあこのブランケットあった方がいいと思うけどな。基本はこれ全部でね冬は考えてるんですよ。でこの外側の、寝袋と、この内側のブランケット、この2つだけだと、快適温度が7度、限定温度が2度となってます。でこの内側、内側とブランケットだけであれば、快適温度が13度、限界温度が7度となってます。限界温度、限定温度って書いてあるな。この限定温度が何を指すのかっていうと、おそらく耐えられる最大値だと思うんですけども、まあまあこれ僕はですね冬には、全部を同時に使うということで買ったので、まあ、基本はこのセットですよね。セットになるかと思います。さあそういうことでですね、今回は今年初めての買い物になったこちらの寝袋、こちらをですねご紹介してみました。CR450 という寝袋で、まあ、詳しくはですね概要欄の方に、リンクを貼っておきますので見ていただければなと思うんですけども、冬用として買ったんですが、一応4シーズン全部使えるという寝袋になってます。3つの層でできているので、まあ、それぞれ外したり、単体で使ったりしてですね、使うこともできますし、ソロキャンプじゃなくてファミリーキャンプに行った時もこう横にバーッと全部広げてしまえば、大型の、ね、布団みたいな感じで使える寝袋になってますので、気になる方はですねぜひ見てみてください。それでは